ジェイコブ・デビッド・エルモアは、アメリカ合衆国アラバマ州ジファーソン軍、プレザントグローブ出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。メジャー昇格後に、投手も含めた全ポジションで、出場経験がある選手の一人である。アリゾナ州立大学出身。2007年の MLB ドラフト48巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、拒否した。 2008年の MLB ドラフト34巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名され6月11日に契約2012年8月11日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビューを果たしたデビューイヤーは30試合に出場し打率191、7打点という打撃成績を記録した守備では遊撃を17試合2塁を5試合守った 2012年11月1日にウェーバー工事を経てヒューストンアストロズへ移籍した。2013年8月19日のテキサスレンジャーズ戦では保守のカルロスコーポランが負傷したため4回から保守として途中出場し8回には投手として登板した。同一の試合で投手、保守として出場したのはメジャーリーグ史上14度目である。同年は 内外野の全ポジションも守ったため、投手も含めて1年で、すべてのポジションで守りについたシーズンとなった。打撃面では52試合で打率24、242をマークし、メジャー初本塁打と初盗塁を記録した。2013年11月20日に、ウェーバー工事を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。2014年2月26日に、マイケル・クレトの加入に伴って、 ディーフとなった。2月27日に、金銭トレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。トリプル A 級サクラメントリバーキャッツで開幕を迎え、メジャーへ昇格することなく7月31日に、ィーフとなった。2014年8月2日に、ウェーバー工事を経て、新シ,シナキレッツへ移籍した。レッツでは5試合の出場に止まり、打率。 182もメジャー3年間で自己ワーストだった。2014年11月7日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍したが2015年1月20日にディーフとなった。その後2月9日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。開幕はンカのトリプル A 級ダーラムブルズで迎えたが4月22日に昇格。 同日のボストンレッドソックス戦では7回に代打で登場し、エドワード・ムヒカから移籍後初打席で本塁打を放った。最終的には51試合に出場し、内外野のユーティリティとしてプレーした。打撃面では打率、206に本塁打、自己ベストの16打点を記録した。守備では、保守、中堅守、 右翼手以外の全ポジションを守ったほか、投手としてもマウンドに上り、1.0イニング1失点という投球内容だった。11月6日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ダーラムへ配属された。2015年12月11日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、 参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで迎え6月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした10月28日に40人枠から外れる形で AAA 級コロラドスプリングスへ配属された後31日に FA となった2017年2月9日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕後は、参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレーした。2017年8月14日に、金銭トレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級ニューオーリンズ・ベビーケークスでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で110試合に出場して打率。 236、1本塁打、41打点、12盗塁を記録した。オフの11月6日に FA となった。2018年2月8日にホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。参加のトリプル A 級、シャーロットナイツでプレイし、101試合に出場して打率。289、1本塁打。 29打点、11盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となったが2019年1月14日にマイナー契約で再契約した。2019年3月28日に金銭トレードでパイレーツへ移籍した。開幕は参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスで迎え5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 5月26日にリーフとなり29日にマイナー契約で AAA 級インディアナポリスへ配属された9月17日に再びメジャー契約を結んでアクティブロスター入りしたレギュラーシーズン終了後の10月25日にマイナー契約で AAA 級インディアナポリスへ配属された後 FA となった2020年1月10日に パイレーツとマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月9日に自由契約となった。2020年7月3日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。9月3日に自由契約となった。ありがとうございます。